どれくらいの距離を月へ歩いたら、あとどれくらいの寒い夜を重ねたら。チューしてるね。チューしてるな。しばらくそのまま眠った後、お嫁さんは再び自分の布団へと転がっていった。ただ戻るまでの間、3回くらいこっそりチューしてみた。ありがとう。大好き。どうして目を開けてるの？そりゃ近くで見たいからね。見られながらするの恥ずかしい。恥ずかしがってる顔も可愛いよ。はあ、ありがとう。じゃあおやすみ。おやすみなさい。さっきハウってすごい声が。いいから寝なさい。僕を選んでくれたこと絶対後悔させない。まるでプロポーズみたいだな。プロポーズだよ、大好き。